麹も反省するところがあると思う。まずはセリーグの麹、戸柱選手、林選手は特例抹消。続いてパリーグ、こちら9月6日の麹となります。阿部ちゃんリフレッシュ級ひまよ、革命分なかなか揃わんな。阿部はリフレッシュかな、近藤と本田は頑張ってくれ。阿部ちゃんはリフレッシュして戻ってきてくれ。近藤はようやくチャンスが来たのでしっかり結果が欲しいところ。中村明が特例の抹消、これはヒンナホークスにできつ。やばいやばいやばい、中軸食い尽くされとる。今阿部揃わないなんて聞いてない。エテか足立さんは近藤さんと本田くん、足立さんは笑い。阿部ちゃんと北くん抹消か。ここに来て北くん抹消なの？それなら昨日代打で出してほしかった。なぜ戸柱と林がと思ったら特例か。マシコにとってはチャンスなので結果出してほしいね。戸柱と林なんでと思ったら特例か。マシコ上げても使わなそうだが、果たして2人とも特例抹消か。お大事に。にしてもマシコは楽しみだね。マシコくんって思ったけど、戸柱さん特例なのか。せっかくのチャンスだし頑張ってほしいな。本当に村松抹消するとは。正直村松より福永の方が見たいし、打つ方も期待できるわ。村松は下でもっと鍛えられてきてくれ。マシコくん上がってて嬉しかったけど、戸柱さんと林くん、お大事になさってください。ご視聴ありがとうございました。